カイプ通信英語塾をしているハッシュトシです。今回は MSC の内容についてです。 MSC ではパソコンやインターネットを使いながら音声記号について学ぶとともに、口語での語彙や表現を身につける訓練を習得していただきます。会話は子と親の意思疎通から始まります。会話が成立するまでにはいくつか段階があります。第一段階ではあーんとかまんまなどの擬態語や擬音語が多く使われ、子はこれを拾っていきます。第二段階では生命の維持に必要な言葉が使われます。食べなさい、寝なさいなどの動詞です。この段階で子は音声と動作とに関連性があることをつかみ始めます。第3段階では食べたの、したのなどの質問がなされます。そして子はこれらの質問に対して自分の意思を示すようになり、会話を成立させていきます。やがて子は50音を習得しながらスピーキングの領域へ入っていきます。MSC では第2段階に焦点を当てます。この段階と第1段階は円を木で例えると根の部分にあたります。見えない部分ではありますが、生命を維持する上で重要な役割を果たしています。根がなければ木は立つことができませんし、養分を吸って大きくなることもできません。揺るがないがっちりした木を育てるにはしっかりと根を地中深く張らせる必要があります。つまり教科の勉強を始める前にはこれらの段階に加え、第3段階までがしっかり固まっているべきだと私は主張しているのです。学業への準備が整っていないうちに複雑で難解な英文法の授業が始まってしまえば、多くの生徒が英語への興味を失い授業についていかなくなるからです。音声記号は具体的には日本語の50音にあたります。英語の音声には日本語にはない音がたくさんあります。これらの音声をしっかり学び習得することで発音がクリアに聞こえてくるようになります。もし英語が常に話されている環境に身を置いているならば、このような音声訓練は不要です。でもそうでないなら積極的に習得する必要があります。口語での語彙や表現を身につける訓練の習得にあたっては注意点が3つあります。1つは俳優たちの対話を分析し、物語の筋を追いながら理解すること。1つは俳優がセリフを言うときには音声の他にも口の動きや顔の表情やジェスチャーにも注意を払うこと。1つは俳優になりきってセリフを言うことです。学習会が始まる前に用意するものが4つあります。1つはインターネット環境、1つは手鏡、これは発音練習で自分で口の動きをチェックするときに使います。1つはパソコン、1つは取り付け式ウェブカメラかスマホ、これは今後 MSC 学習会を受講希望の方のみです。自主訓練をするときに必要なものです。オンライン映像配信、例としまして Netflix です。あればいいと思う参考書は英語の発音パーフェクトトレーニング、
主婦の友社出版です。なお、本来の MSC 学習会は2時間かける10人会となります。長話は集中力を失わせますので、今回はこれで終了します。次回は音声記号の学習についてです。この後は一緒に歌うカラオケコーナーです。MSC での訓練により英語がどのくらいシャープになるのか知りたい方はこのままにして聞いてみてください。そして一緒に歌ってみてください。その後訓練を重ね、定期的に一緒に歌えば自分の努力した成果が実感できると思います。ちなみに現在私は映画は何本見たか思い出せませんが、アメリカのテレビドラマシリーズは X-Files、Lost、Prison Break、Supernatural、Stranger Things を見終えた状態です。今回の曲は Journey の Open Arms です。これもベストヒット USA で紹介された曲です。この曲はちょうど私が中学校を卒業する時に流行った曲です。仲の良かった同級生の女の子の卒業記念ノートにこの曲名を書いた覚えがあります。私が卒業した中学校はもう廃校となっており、この曲を歌うと懐かしさと時々寂しさが込み上げてきます。この曲は1981年に発売されたものSK からの3枚目のシングルカットで、ビルボードでは全米2位まで上昇し、彼らにとってシングルでは最高位となりました。アルバムはベスト版を除いて最も多い売り上げとなり、全米だけでも900万枚以上となりました。他にも Who's Crying Now? Don't Stop Believe といった優しさとともに強さを感じるベスト10シングルが収められています。Why don't you sing alone? Open Arms by Journey.